私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。相葉くんから誘ってチケット普通に取って君ちゃんと見に行ったんだね。嵐の相葉雅紀と関ジャニ∞の横山ひろしさ、お互いに NBA を見るときにちゃんとしないといけない理由を振り返りました。仕事ではなく超プライベートで行ってたため、相葉は俺マジで超真っ黒の格好で真っ黒の帽子こうむってマスクしてさ、結婚オフ感満載だったと自らの服装を振り返り、ちょっと反省、ちゃんとしておかないとダメなんだなって思ったと後悔を語る場面も。なお試合の内容は最高よと満喫できたようだ。この放送後ネット上では相葉くんから誘ってチケット普通に取って君ちゃんと見に行ったんだね、仲良しだな、自分でチケット取って行ってたんだ、頼めば VIP 席にお呼ばれしてもらえるだろうに、すごいなぁ、完全プライベートでもバレちゃうのね、かわいそうだけどオーラが隠しきれないよね、オフ感満載でもかっこよかったよ、相葉くん、君ちゃんと楽しめたようでよかった、といった声が集まっていた。試合の様子は NBA 公式動画配信サービス NBA 楽天や動画配信サービス楽天 TV、YouTube の NBA 楽天チャンネルでライブ配信され、観戦中の相葉と横山の姿がカメラに抜かれたことから、ネット上でも二人が会場にいると大きな話題に。今回、ラジオにはリスナーから、プライベートで行ったのですか？どっちから誘ったのかなど裏話が聞きたいです。との質問メールが到着した。これに対して相葉は、君ちゃん、横山、バスケ大好きだから、俺も好きだから、ジャパンゲームズのチケット2枚取るから行こう、って言って、僕が一緒に行こう、って誘った感じ、と告白。そして、バッチリ抜かれちゃってさ、ありがたいことなんだけど、と切り出し、最初、普通に見てて、途中から席を移動させてもらって、移動させてもらったところがいわゆるカメラで抜かれるポイントだったっぽくて、抜かれるなんて全く知らなかった、と説明。10月2日、埼玉スーパーアリーナで NBA ジャパンゲームズ2022の第2戦が開催され、日本人史上初めて NBA ドラフトで1巡目指名された八村塁選手が所属するワシントンウィザーズと、2021-22シーズンの NBA 王者であるゴールデンステートウォリアーズが対戦した。嵐相葉雅紀がパーソナリティを務めるラジオ、嵐相葉雅紀のレコメン、嵐リミックス。12月2日深夜放送会では、関ジャニ∞横山ひろしとプライベートで NBA、アメリカのプロバスケットボールリーグの試合を観戦した時の反省を語った。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。